はい、では行きます。やろうと思います。はい、Hello there ですね。はい、皆さんこんにちは。はい、ファンゼロ人説でおなじみのモニスです。景品の紹介をお願いします。こういうのほら、これ服とかね、ありますよ、ね。誰がいるんですか。もう受注販売とかもう売ってないですから、これ、ね、誰が買うんだっていうね、これ。トートバッグですよね、これね。誰が買うんだっていうね、これ、本当に。これ。これはちょっと自分が欲しいかもしれない。メモ、メモの買ってもらいます。おお。あとは書籍にこのね、サインもついてるのと、ほら、甘ギフ、皆さん少し甘ギフ。1万円。そうです、僕にあるのは財力ですから。1番を選んだところをやる、1で多分やる、はい、で、1、2、3、4、ABC で書いてあるんですけど、あ、ABC なんですか、じゃあこうですか、これでいきましょう、はい、1、2、3、4です、どの問題からいくんだろう、あー、これ、Have you seen my phone anywhere? I can't find it. Oh no, when? なんとか last, これ昨日か一昨日ぐらいの問題ですね、はい、はい、私のチャンネルを見てれば、全くもって難しくない、はい、ですね。はい、もう最初からおいマジの問題出てきやがったと思いますね、はい、でもちゃんと、はい、私のコミュニティだったりとかツイッターとか見てれば書いてありましたから、はい、ちゃんと書いてあったし、それ見てれば答えられるって言ってた通りの問題ですね、はい、最初なんてヒントがします、ヒントなんかいらないでしょ、こうなんかずっと、うちのチャンネル見てればすぐ一発で分かるんですよね、はい、では上げてもらいますよ、せーの、はい、上げてください、おお、すごい、はい、上がりました、正解は、あ、これなんか出るの、正解、パーンみたいなのが出ないんかい、はい正解は、はい、B ですね、はい、B、だから2番です、はい、2を上げてた人だけ、はい、そのまま上げっぱなしにしといてもらえれば、はい、おー、いっぱいいるわ、 When って来てて、The last って来てるんで、過去じゃないとダメですので、You use it ですね、 When の記憶に使えないからね、現在完了、続いていきましょう、はい、I なんとか You good luck and your future career ですね、はい、さあ、これもやりました、 A が Expect、B が HopeC が1で D が Wish ですね、さあではいきますよ、開けてください、せーの、はい、お、分かれた、いかに視聴者じゃないかっていうのがよく分かるんですね、はい、これももう、はい、答えはですね D Wish です、はい、ね、I wish you good luck ですね、はい、Wish は人、物事っていうですね、はい、2つ目的語取れますので、ね、I wish you a Merry Christmas ですからね、いやお金だけを目当てにやってきたって感じがですね、落としていくんです、はい、次 The fact that I told her is a known fact、 この that は何の that でしょう、はい、言いました、英語が分かるだけではダメというですね、英語だけじゃなくて文法も分からないと答えられないというのをしました、はい、同格の that、 代名詞の that、 関係代名詞の that、 関係副詞の that、 さあ一体どれからですか、この that が何の that でしょう、はい、この that は一体何の that ですかね、なぜか the fact もよく変えられてるんですよ、行きますよ、はい、せーの、はい、どうぞ、お、いろいろ上がりましたね、答えは C です、3番です、関係代名詞のザットですね、これ同格のザットだと思っちゃダメですよ、 Hold her の後ろをかけてますね、これね、はい、されてるからこれ関係代名詞、私が彼女に言った事実は知られた事実だっつって、ファクトザットは全て同格だと思っちゃいけません、じゃあいきます、はい、東大文学部の英語表記名はどれでしょう、ですね、Faculty of なんとかですね、はい、さあ一体どれだか、え、この間東大に行ってきた時もちゃんと書いてありましたよ、やっぱ文学部のところ、私言語学文学部と同じところですよ、さあどれですか、答えてください、いきますよ、はい、せーの、はい、あげてください、答えは Faculty of Letters ですね、はい、はい、B が正解です、はい、何人残りました、はい、今何人残ってますか、結構少なくなったじゃないですか、え、ちなみに慶応義塾大学文学部も Faculty of Letters です、はい、もう前に来た方が早いぐらいじゃないですか、ぜひ来てください、はい、はい、え、3人しかいないの、本当にすごいな、はい、どこから来たんですか、千葉から、あ、千葉から、なぜ、まあ、駒場さん読みに、あ、僕じゃなかった、あ、やで何をしてるんですか、あ、すみません、実は東大の学部4年生、お、学部4年生、高校生中学生僕も東大の1年生です、ほら、東大生対中学生ですすごい、すごい、多分ね、その3人だったらいけると思いますけど、はい、いきます、英語が公用語でない国はどれですよ、 A、イギリス、B、アメリカ、C、ニュージーランド、D、シンガポール、ね、さあ、どれでしょう、さあ、ではいきます、さあ、上げてください、せーの、はい、どうぞ、はい、
さあ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 、お、ここ分かれた、4、4、3ということで、ほら正解は2番アメリカです。ちょっといきなり間違えないよ。これでも全員不正解で、ちょっと知らないんですかこれ。だって例えばアメリカで言語学の授業を受けたら、まず最初に出てくる先生がつかみに使うクイズ、いつもやるやつなんです。アメリカは公用語はありませんので、存在しません。他イギリス、ニュージーランド、シンガポールは全部ちゃんと公用語という表記がありますね。はい、ということでした。これか、はい、間違っている箇所はどこ。さあ、早稲田大学、社学の問題ですね。はい。From time to time in certain places, one does hear intelligent people lament that they do not understand classical music, as if understanding classical music were somehow essential to love it. はい、難しいですね。さあ、見つけてください。どこが間違っているんでしょう。いや、むずいと思うんですよ。はい。しかし、私の動画を見ていれば、ちゃんと解説しています。結構前の動画ですけどね、これはね。一応決勝なんで。え、英語中学生でどれくらいやってんの？全然。英検は？今度に行く。今度に行く。それに忘れた社会学生。すごい、運だけでやってきたみたいな感じですね。すごいな。さあ、では上げてもらいましょう。せーの、はい。皆さん上げてみてください。さあ、正解した方ですね、上げておいてください。はい。正解は、え、みんなよ。正解です。4ですね。はい。いいが正解です。Still love it。そうですね、essential to loving it。essential to ing ですね。絞れないよ。絞りたいよね。はい、間違ってる箇所はどれ。はい。I've been there three times when I was in elementary school. さあ、had been there times elementary school。さあ、はい。いきました。あげてください。せーの、はい。あげて。また同じよ。分かれないよ。はい、正解は、はい、A です。カルベンですね。はい、答えは、I was there。I was there three times when I was in elementary school。正確に分かりたい方は、うちの動画で見てください。はい、elementary school っていう時間の中で3回やってる場合ですね。had been っていうと、それより前になっちゃいますね、小学生は。蔵に入るのはどれ？ I feel なんとか ease with online classes. They allow for more time and convenience。さあ、どれでしょう？さあ、いきますよ。はい。いただきます。はい、せーの、はい、あげてください。分かれた？やっと分かれた。はい、答えは B、 あ、ease ですね。はい、 feel like ease ですね。はい、コンフォラブルということで2人になりまして、やっとですね。じゃあもうの方々そっちで、はい、来ていただければあげますんで、もうあげます。じゃあ2人はもうじゃんけんしましょう。じゃんけんぽい。お、じゃあどんな商品にしますか。上からちょっと見て、ちょっと見ていて、もう殺しろ。いや、いらないんだ。お金はいらないと。サインの方が。トイックと、はい、共通テスト。共通テストいらないですね、東大生。東大生にこれはいらないでしょ、東大グッズは。じゃあ、トイックの、はい、トイックの参考書、はい、サイン付きの、こちらを差し上げます。はい。ラッキーですね。ラッキーですね。ということは、あなたが選ぶのは、はい、3番目、あのパーカーとかもありますし、パーカーね、はい、はい、じゃあこちらは中学生ですね、パーカー。質問コーナーにじゃあ移ろうと思いますので、はい、何かありましたら聞いてください。何か質問ある人いますか。ただ呼びの件で揉めてた工事の実名をお願いします。ほぼほぼですね、揉めてた人はね、あと他にもいっぱいいますね。普通に喋ってますけど、ありがとうございます。他ありますか。いや、こんなことで終わらないで、こんな質問だけで終わらないで。英単語の暗記の仕方のコツを教えてください。はい、やっとなんか存在意義みたいなの出てきましたけど、はい、じゃあ100単語覚えると、1日100ワーズ覚えるとして、これをまずはだから、まあ、仕分けしますね。当たり前ですけど、100のうちどれだけ覚えてるのかっていうのをやんなきゃいけないわけですよ。で、まあ、じゃあ仮に70になったとしますね。で、その70を繰り返す、まあ、これで、はい、時間がだいぶ減りましたね。で、ただ70っつったって70も時間かかるわけだから、それをさらに分けるっていうのが大事ですね。
で、その時に10ずつなのか5ずつなのかっていうのは人によっては分かれると思うんですけど、そういう風に細かく分けるってやつです。だから10個ずつ覚えていくってやると時間がかかんないんです。非常に短い時間でやることができるので、だから細かく分けるっていうのを繰り返す。もちろんその後で70全体で復習する、100全体で復習するっていう風にやっていく。だから細かく分けるっていうのが大事です。そうするとすごく短い時間でやります。いいですよ、はい、いいです、もう言って、はい、今中山レントとはどうなってますか。いや、全く連絡を取ってないけど、はい、いいですね、これ絶対話せないやつですね、はい、SNS 上に書かないようにお願いします。何日かに1回は来るから、そのコメント。はい、聖杯戦争が来ました、やっと。はい、岩井社長につくわけがないって話がね、分かんない人にも何言ってるのこれやってたらですね、筋軍なんですかとかね、リサン軍なんだろう、サン軍、筋軍って意味が分からないわ。私の動画 の検索のワードランキングに筋が入ってるからね、YouTube の検索ワードでという感じでございます。はい、来ていただいた皆様、はい、ありがとうございました。